4月3日日曜日午後4時40分の日本海は強めの温床が正面から吹いてくるのでカメラのマイク分手で追ってますが、外すとこんな感じです。うねりの筋は見えますが、くるぶしすねって感じですね。こちら側も正面から強めの温床が吹いてきますね。うねりは入ってますが、まとまってはないですね。ショアブレイクです。気温は13度ぐらいです。風はやや強めの温床は、海には筋のようなうねりは入りますが、インサイドからショアブレイクですね。明日どうですかね。